何喋ったらいいのかな。自己紹介からします。僕がこの NNN っていう企画のプロデューサーをしてますブシって言います。よろしくお願いします。で告知なんですけど、4月の29日に M3 っていう即売会があって、それにこのサークルが出ることになりました。もしよかったら来てほしいです。お願いします。でこういうジャケットで CD ジャケットをメンバーの一人に書いてもらって、でこれをこの絵とあと曲が12曲あるんですけど、それも無料で配ろうかなって思ってます。今日は初めて生放送なんで、気軽に雑談でもしながら作業を垂れ流そうかなって思ってます。よろしくお願いします。もしもし。もしもし、これで入ってるのかな？え？なんて？いや、音声テスト？音声テストっていうか。じゃあ、君も自己紹介を。そうだね。はい、このジャケット書いてくれました。どうぞ。はい、しじまこうきです。はじめまして。さて、どうするよこれ。どうするよ。いやもう、僕は今見てて何これわからんって感じの画面をずっと。なんか設定が悪いんかな、なんかカクカクするしてめっちゃ作業しづらい。なんでやろ。なるほどね。うん、次回はそこもちゃんと改善しないと。今日もう一人メンバーいるんですけど、ドラム担当ドラムで、その子がちょっとスタジオの練習でスカイプで来れないっていうことで、今日二人で。何時まで行けんの？ん？何時まで？うん。終わりまで？終わりまで。ワクワク30分じゃないの？これユーストリームって30分なんかな。ニコ生感覚で来たけど、うん、うん、
30分経って、まあ、切れたら切れたでまた次の枠っていうか、うん、だいたい2時間ぐらいをめどにしようかなって思ってます。さて、じゃあ作業していこうか。画面はこれどんな感じなんやろ今。画面はそのの画面見えるんかな、ちっちゃいんかな。じゃあ適当に雑談でもしながら合計視聴者数、上ね、合計視聴者数見てるのは楽しいんだよね。まあ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 、まあ、でももともと10時からって言ってたから、あとなんか今ハリーポッターがやってるらしいんやけど全然テレビないんでわからないです。視聴者数の表示、これすぐに反映されるんかな。あ、反映された。そうなんだ、3人視聴中って。3人、ありがとうございます。ありがとうございますさて、まあ、僕も告知しましたところなんで。何を何を。このまま増えてくれれば。あ、リツイートしておきます。ありがとう。じゃあやっていくか。行きました、先生誰や誰や、あいつかな。じゃあちょっと程度ミックス終わってるやつ出して、でどんな感じになってるのか、まあ、参考にしてもらえたらなって思います。この曲は多分前に動画で作ってもう発表してるかな。30秒の曲なんですけど、まあ、ミックスはこんな感じになってて、どれからいこうかな。やっぱギターから
っていうパターンなんですけど、これのミックスはどれや、これかな。ギターワントラックだけ作って、それをコピーして L と R に振って、で右側 R チャンネル側をピッチシフターで、まあ 0.08 なんていうんやろ、ギターのチューニングのあれって、先頭？先頭？なんか単位ない、チューニングの単位みたいな。まあ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 、まあ、それをプラス8右側だけ与えて、でヘルツじゃないね、ヘルツかなヘルツかなで、両チャンネルとも、これは 2679.1Hz のところを9か2で 5.9dB 上げてます。で、ちょっとまあ、切って聞いたらいい、わかると思うんですけど、こっちもやるか、っていう感じで。ここをちょっと上げて、セントや、セントセント、そう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 、ありがとう。だいたい8セントかな、右。もうこれパー、これがこのピッチシフトの値がパーセントなのかよくわからんけど。まあ本当に右側ちょっとだけキーを高くして、同じピッチやったら真ん中に全部右左に分けても真ん中に寄るんで、まあちょっとだけ広げるために右側だけ0.08 ピッチ上げてます。で、ここをこう6デシ上げたら、なんていうのかな、ちょっと豊かな音になってるんちゃうかなって、そこまで。パッと分かる変化じゃないんですけど。で、あとこれをこのギターチャンネルだけを一つのバスまとめて、ここなんですけど、ここでさらにあるかな、こっちにまた入れるか、余計なところを削ってます、イコライザーで。だいたい420と94と1953カットしてます。若干ですね、若干削って。で、エフェクトコンプかまして、
そんなんなしで聞いたら。っていう感じなんですけど、コンプでもうちょっと前に持ってくるようにしてます。で、設定がスレッショルド 18.8 で抑えて、レシオは 15.3 で、2位が9で、アタックが 48.9ミリセカンドで、リリースが201ミリセカンドに設定して、メイクアップゲインを 8.1 上げてます。まあ、こんな音になりました。んで、他どれにしようかな。なんか攻撃性みたいなのが、欲しいんで、欲しかったんで、スラップのベースをギターの後に入れて、まあ、アクセントみたいな感じでしてます。で、キックなんですけど、これはこれかな、これちゃうか。こういうダンスのキックを渋打ちで入れて、で、このキックの裏にスラップじゃなくて普通のシンセのベースを で、アタック同士が重ならないようにして、なんていうかな、サイドチェインコンプっていうやつですかね、みたいな感じで、まあ、衝突しないように配置してます。っていう感じですね。で、他見せるところはドラム。までいいもんじゃないかもしれない。まあ、そこまでなんていうんですかね、主張しないような感じのドラム、主張してるかなにしてます。もう一回最初からいきます。感じですね。マスターの方にはエフェクト、これはマルチバンドコンプ
5バンドなんですけど、とイコライザー、ちょっと気になるところを落として使ってます。で最後にリミッターを 0.1、 最高 0.1 マイナス 0.1 デシベルで抑えるように最後緩和してます。今これはあのミックスだけなんで、マスタリングしてないんで、なんていうんですかね、波形がまだまだ大きくできるんじゃないかなって思ってます。この曲についてはあれ、画面が一瞬ブラックアウトしたんですか。あ、どうもっす。これってさ、ん？これってニコ生みたいになんかつけれへんのかな。何を？あの来た人のほら、あれなんて言うんだっけ、ゆっくり、ゆっくりじゃない、ゆっくりじゃない、ほら名前みたいなやつ、ほう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 、みたいなできひんのかな。なんかこ、もうこのユーストリーマーしか、全然、あ、そう、ハンネね、あ、ハンネ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 、なんていうの、ん？ちなみにこの552874が僕ですね。これ問題ないんですよ、画面が一瞬ブラックアウトしたって言ってるのは。あ、そうなんや。あれ、あれじゃないかな、なんかそのユーストリームで、なんかちゃんとアカウントを作ってる子は名前出るのかな。あ、違うのかな。そうなのかな、わかんない。あ、太一君がいる。ああ。いや、まあ、あんまり、うん、ね、多分身内ばっかりなんだよ、これ。ああ、うん、手を出ると便利だよね、普通に考えたら。何が何が、そのハンドルネーム。ああ、そうやな、ダジャレさんが来ました。でもニコ生してみたいんやけど、やり方がわからん。どうしよう、次もう一回流して次行こう。曲やろうかな、次なんかリクエストあったら。リクエスト、あ、もう一回じゃああれしよう。はい、今回のジャケットはこんな感じになってます。あ、それね、そのコーナーね、うん、うん、で、ロゴはこんな感じで。
はい。これはシジマの作品です。はい。はい、本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。結構時間かかった。このジャケット。いや、構想にかかり時間かけてたから。ほう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 。あんまりその、なんだろう。筆とかペン持ってる時間はそんなにかかる。案外さらっと描いちゃう。ああ。もうようさらっと描けるわって思うけど。次何やろう。一応あれ言ってもいいかな、あの最後の、あ、最近になってどのコーナーって言ったやつ、隠してるってやつ。うん、隠してるってやつ。いいんじゃないかな。だってそやな、うん、聞いてもらえんかったら悲しいもんな。そうそうそう。一応12曲で CD 構成したんですけど、なんか何て言ったらいいかな、急に深夜2時間で曲作ろうと思って曲作ったんですけど、それ流します。まあ、こんな感じで9トラック。お、またあの画面出した。ん？あ、ジャケー帰るまで撮った。はい、こんな感じ。9トラックあって、で、なんかふとダブステップみたいなの作りたいなと思って2時間の縛りで作った曲なんですけど、あまりにも出来が悪くて、まあ、とりあえず流します。さすがにダメっていうことで、その2時間作った後に4時間ぐらいかな、5時間ぐらいで、まあ時間気にせずに作ろうと思って作ったら5時間だったんですけど、それが結構いいんじゃないかなと思って、でメンバーにこう尋ねてみたところ、しじまくんは、しじまくんはどう思いましたか？ああ、ごめんごめん。それよりこのスプリレックスみたいな自慢って音をどうやって出してますかっていうリクエストがあるよ。どこどこどこ、ちょっと待って、ちょっと待って。ジュワーン、ジュワーン、どれかな？待ってよ。これ？これかな？ん？多分結構これラグあるんねんな。うん、ラグあるね。どんぐらい？何秒ぐらい？3秒。3秒。もうこれジュワーンってやつは何
って言ったらいいんかな、ネイティブインストゥルメントやったっけっていう会社、 NY っていう会社があるんですけど、そこからマッシブっていうソフトが、シンセのソフトが出てて、でそれ買おう金ないんで、ちょっとデモをダウンロードして入れて、でそれが30分しか使えないんですよ。でその30分しか使えないんで、まあ、ここそのマッシブのデモを入れたんですけど、このトラックですね。このトラックもパパパパパって打ち込んで、でそのままやったら30分の縛りで使えなくなるんで、もうさっさと波形にしてしまって使ってます。でマッシブっていうのを使ったらスクレリックスみたいなやつ、簡単にああいうちょっと攻撃的なやつを簡単に作れると思うんですけど、スクレリックスは FM8 っていうシンセを多分使ってるんですよ。そっちはまだわからないです。興味あったら、もしソナーユーザーやったら、今僕のこのソフト、ソナーの X1 プロデューサーなんですけど、その中にこのゼータプラスってのがあって、これですね。でこれをここにモジュレーションマトリックスっていうのがあって、でここでここの LFO を制御することができるんですよ。でこれをこう書き出していったら、作れるようになります、っていう感じですかね。とりあえず LFO と LFO がこれじゃないこれじゃない LFO をいじれるシンセソフトと、その LFO を制御する、これは何て言ったらいいかな、オートメーション、オートメーションを拡大してみると、もうこんな感じ。ここは、4小節に1回山が来るように設定してて、でここに来た時に一気に4分の1小節で一山が来るように設定したらっていう風にできます。こんな感じですかね。でもこれは閉じます。さっきも流したんですけど、その4時間、5時間、あ、これじゃない。8人、おお、8人来て4人帰った感じかな、これは。今見
見くれてるのが4人かな。そうなの、多分。あ、ゲッティ、ゲッティ、普通の視聴者はリアルタイムにこの視聴者数が分かんないから、俺の場合は2のまんま見えへんのや。そうそうそう、へー、ヤマゲッティ、ヤマゲッティがおる。後輩です。これがまだ作ってる最中なんですけど、4時間で5時間か。ちょっとクールに行こうかなって思ってて、こういう風になりました。Thank you.
ていう感じです。まあこれはまだまだ作っていかないと。実はこのトラックそのディレイかけてるんですけど、そのなんていうんですかね、原音っていうかディレイだけにしてるんですよ。わかります？かぶってるような気がして思い切って消しました。他の曲流します。で2曲ぐらいアレンジ、もう発表してる曲をアレンジしてて、どれやったかな、一つは過去の発掘っていう曲のノイズを入る。
全然マスタリングしてないんで、あとこんだけ空きあるんですよ。もっと本圧稼ぎますね、これは。感じです。びっくりした。もうこれの曲結構気に入ってるんですよね、自分的に。特に気に入ってるのはここ。アコギ全部打ち込みです。ちなみにこれですね。
コギの、ああそうなんですよ、スライド、いやあのスライド打ち込めるっていうか勝手に入るっていうか、インディペンデンス、インディペンデンス、インディペンデンスっていう申請があるんですけど、フリーのなんかもともと有料で、でその有料のソフトを無料にして公開してるんですよね。で8ギガぐらいかな、ある、8ギガないか、2ギガぐらいの重さ、結構重いんですけど、でそれにアコギのやつが入ってて、どれや、あれ、インディペンデンスフリーっていうやつですね。今立ち上げてますけど、こんなシンセなんですよ。でここからアコースティック&エレクトリックギターズの中のベロシティって分かります？この押す強さによって変わるんですよね、色が。あれ？おかしいな。普通に打ち込んだら、あ、聞こえない聞こえない、なんですけど、このベロシティをどんどん上げてやるとっていうのが一緒に入るんですよね。結構使えると思いますよ。このアコギのためにこのソフトを通してもいいぐらい。でそれでまあいろいろいじっていくと、出てきます。なるほどね。これはドヤ顔していいかな。いや、あれ、そのインディペンデンスだっけ、うん、その URL があれば、 URL か、普通に視聴者の方も喜んでくれるかと。インディペンデンス、ちょっと待ってください。ペンデンあー、ここです、ここです。僕が喋るために喋ってるんだ。どういうこと、どういうこと。これです。そう、まあ英語、まあ、海外のサイトなんで全部英語なんですけど、そこは DTM なら頑張ってと、はい、
あ、そんな扱いなんですか。ちなみに、ちなみに、え、なんて10メガバイト、うん、それ多分有料の方じゃないかな。なるほど。フリーはもっと低くいて、多分2ギガだと思うけど、うん、2ギガ。なるほど。ソナー使いの人は何使っているんですか、ソナーのバージョンっていうか。じゃあちなみに今何人ですか。今合計12人来て、5人視聴中。おー、なるほど。うん、まあ初っ端から来てくれてありがたいですよ、本当に。おっ、いいの、お試しのやつですよ。まあ、十分だと思います。LE って言ったら、そのマスタリングソフトっていうか、エフェクトがないだけで、データとか入ってたんじゃないかな。Dプロとラプチャー、あー、Dプロとラプチャーだけか。ラプチャー、確かなんかの曲その LE に入ってるやつ、同梱されてるシンセ作ってますよ。どれか忘れましたけど。これですよね。めっちゃ使えると思いますけど、これもパッドとして使ってやり、あとなんか一発物とか、曲の裏に流したりとか、いろいろ使い方あると思います。ちょっと上から目線ですいません。まあ、もし LE 物足りないなと思ったら、もうちょっとお金出してその上のバージョン、今 X2 で出るじゃないですか、そっちに行ったりとか。多分そっちの方が賢いっちゃうかなって思いますけどですね。でこの曲 R26 っていうレコーダーで撮った、近所で撮ったやつですね、のサンプリングをちょっと入れてて、こういう川の流れの音やったり
めっちゃ綺麗に撮れて、ちょっと嬉しかった。とか、風の音とススキの音とか、あとこれカモかな、っていうのをちょっと曲全体に散りばめてますね。いや今 iPhone とか結構なんていうんですかね、録音機能が素晴らしくて、それ片手に持って鈴木僕ですか違います違います僕は鈴木じゃないです。あ、そっちは鈴木じゃなくて、ん？サンプリングの方かな。鈴木です。すごいいい音なる鈴木がいるみたいな。何やそれ。なんていうかな。なんか。ものすごい背高いやつです。背高いやつびっくりした。ちょっとパッて見たら鈴木ってなんか枯れ草っていうかお米みたいなやつです。稲みたいな背が高いです。はい、そうです、そうです。いい音鳴るんですよ、鈴木さん。ね、いい音鳴るでしょ。ただ、めっちゃ綺麗な耳の音もね、トム君が言ってたんだけど、めっちゃ綺麗な多少の音に聞こえるって。うんそれはひどい、やめてくれよ。これ撮るのに結構苦労したんやから。本当に。これをリバーブ撮ったらこんなんです。ああでもこれはあかんやつや。まあ、皆さんも iPhone 持ってる人はそれを持って、そのアンビエントっていうんですかね、撮りに行くのもいいと思いますよ。僕の尊敬してる人がいるんですけど、藤巻博っていう人知ってますかね。DTM マガジンって知ってます？その雑誌の今何やってるのかな、現代版音楽楽天講座っていうのを担当してて、で和声とかを詳しくやってくれてるんですけど、前これプラスその投稿者じゃなくてDTM マガジン買った人たちが自分たちのオリジナル曲を、まあ、アップしてで評価してもらうっていうのがあって、それで知り合ったんですけど、その人がよくそのアンビエントミュージックとあとシンセを元に生と融合させている、まあ僕が今目指してるのと結構似ている感じの
ことをしてらっしゃって、非常に勉強になります。あの人は、もし興味がある人はツイッターとか、あのいつもリツイートしてる、そう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 自転車の人、そう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 、あの人プロで、まあ DTM マガジン書いてる人だからプロやねんけど、一番じゃないわ、まあ、みんなが O っていうのは多分トヨタの車の CM この人一回作って、お茶の間に流れたらしいです。どれかな。あったあったあった。もしよかったらフォローして、でいろいろ勉強になることをつぶやいてくれてるんで、参考に してみてはいかがですか。よし、あ、この曲も、この曲もアレンジなんで一回ミックス、これをミックス終わってるのかな、ちょっと見ていきますね。アコギが、こんな感じです。ハイパスで、これは、だいたい 70Hz ぐらいを、こう、カットして、んで、225Hz をちょっと持ち上げて、898が結構なんですかね、気持ち悪いなりしてたんで思いっきりカットしてます。でそのカットした分ちょっと高音をグッて持ち上げて、でその後にコンプで、スレッショルドがマイナス 16.3、 レシオが 17.5、 2が11デシベル、であのアタックが 212.3 ミリセカンドで、リリースが202で、メイクアップゲインが 6.3 で作ってます。フリーの中にカホンが入ってて、そのカホンもっていう感じで入れてます。セッティングなんですけど、イコライザーが、イコライザーの前にコンプ一回かましてますね。
で、この X1、ソナーの X1 なんですけど、こう、プロチャンネルっていうのが入ってて、ちょっとアナログチックな感じで、全チャンネルに入ってるんですよ。それで、4K っていうコンプを使ってます。外して聞いてみると、コンプかけてるのかちょっとよくわからない。もうこんな感じですね。イコライザーはもうミドルをがっつり、がっつりっていうほどでもないですけど、他のコードとかと被るんで削って、その代わりローミドルとハイを上げて、で輪郭だけ出すようにします。でベースが、ベースもローを思いっきり上げてやって、でローミドルを他の楽器、例えばドラムのキックとかと被るんで、そこをがっつり消して、でここのミドルの 1039Hz がちょっと出してやると、なんか存在感が出たんでこうします。あと輪郭のためにハイを上げてます。こんな感じですね。でベースは単体で考えるんじゃなくて、コードと一緒に考えてて、ただのコードのルートなんですけど、このコードとの兼ね合いを考えて入れてます。で他なんか参考になるとこないかな。サブリードとか、これですね。これはもうアコギとの兼ね合いで、存在感、アコギより、アコギはもうこの時になったら、このくらいになったらそこまで出なくてもいいかなって考えてて、そのアコギより上に来るようにサブリード、他のチップチューンっていうか
ファミコンみたいな音色なんですけど入れてます。でもうリバーブ簡単にいいですね。なんか聞きたいこととかあったらどんどん書いてください。そこまで答えれるかわからないですけど、オイル工場のやつ聞きたいですって自分やつがめっちゃ前にあるけどね。え、嘘。うん、ゲッティ君のどこどこどこ、あ、ゲッティ、じゃあオイル工場流しますね。これだいぶ前に作ったんですけど、作ったのかな。最終更新日が去年の2月18日、もう1年経ってる。すごい、すごい。これかな。ね、さあ今日何時までやろうこれね、うん、ちょっと待って。あ、すごい全然画面が違う。から全然覚えてないんですけど、あ、これマスタリング してるんでめっちゃ音でかいです。
ですね。久しぶりに聞いた。なるほど。もうこれはもういかに低音を出すかっていうのを目標にしてます。だからベース3つ重ねてますね。1、2、3。で、あと、あ、こんばんは。キックを、キックをそのメタルっぽくしようと思って。感じに、工場なんで、なんていうかな、その普通の生ドラムみたいな音を目指すんじゃなくて、こう機械チックな感じをイメージして作りました。で、この曲で初めて僕 MS 処理っていうのを学んだんですよ。知ってます？ミッドサイドっていう意味らしいんですけど、真ん中とあと右と左のサイドを別々で書き出して、で、あのサイドを押さえて真ん中出すとか、真ん中を少し押さえてサイドを出すとかっていう処理をこの曲してます。で、それをするとこれがこうなるんですよ。これは各々で調べてもらった方が早いと思います。感じかな。他どうしよう、なんか他にあればできる限り答えます。あれ流してもいいかな、もう一つのアレンジの方。うん、アレンジ曲なら、うん、アレンジした曲がもう一曲あって、で、まあ先に原曲流します。ちょっと待ってください。
ログインしたら名前が出るんだね。あなるほど。うん、ログインしてみた。やっと一人分かった。ニコ生でやった方がやっぱええかな。でもなんかニコ生って30分枠やし、なんかみんながみんな見れるわけじゃないし、どうなの、コメントとかもっと自由やけどね。あどうなんだろう、そこら辺はあのゲッティさんに、ゲッティさんにニコ生師匠ニコ生師匠に。では開きました。でこれの原曲先に、ものすごいノイズが、アナログセルフフィーリングスです。
感じです。結構変わったと思うんですよけど、どうですかね、うん、まあ、ベースの手数は多いかな。でもそこまで難しいことはしないと思う。そうなん。いや、いける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 。え、どうなんだろうね。いや、いけるはずやけどな。感じです。いや、いけるやろ、生ベースもいけるはず。まあ、なんやったらコピーしてくださいと。はい、ぜひベーシストとして我がサークルに
勧誘してみるとか。で最後だけスラップ。ぜひお願いします。ぜひお願いします。その弾くパートだけ抜いて渡すんで。いやーベースはいけるはずよ。うん、でさっきのそのソナー持ってる人まだいたらなんですけど、多分タチ君だね。とりあえず筋トレから始めますね。いや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 、いけるやろ君なら。ラプチャーっていうのがさっき言ったんですけど、この曲ラプチャー使ってます。和を抜いたら、でこの音を作ろうと思ったら RGC のトランスマーカーディチューン、ディチューンドっていう音色を選んでもらって、で一番初めにワウをかまして、でワウのモードがオートワウとかがあるんですけど、これトリガーになってて、まあ、この42っていうところまで来たらワウかかるように設定してるんですよ。これでここの低音域をカバーしてる。まあ、ベースめっちゃ動くんで、やっぱり土台を他のパートで支えないとダメかなと思って入れました。これも同じですね。同じ音色です。っていう感じです。もしいたら、まだ見ていただけたら、これをぜひ使ってください。で、他、もうドラムが、ものすごく変えて、ドラムベース風にしてます。で最初前半はこれなんですけど、実は後半は前の曲、前のドラムなんですよ。ここら辺からかな。
こまでは新しいドラムで、懐かしさを出しつつみたいな感じですね。で、ピアノのコードも結構変えてて、これで見たらわかるかな。感じですね。はい。どうしよう、ミックスのあれとか見ていった方がいいかな。先にベースから。ベースはハイパスフィルターで、33.3 からこうがっつり消しています。っていうのもさっき言ったあのシンセの方のベースがここら辺に入ってくるのを想定してこうしました。でもここを削った分357じゃない、80Hz ぐらいを少し上げて、でここを上げたらちょっと変な響きが聞こえてきたんで360ぐらいを下げてます。でちょっとあのタッチノイズとかをつけるために、目立たすためにここら辺を持ち上げてます。ちょっとあのアタックがプツっていうのは仕方がないかなと思ってて、混ぜたらそんなに気にならないし、っていう感じですね。で最後のち
スラップなんですけど、スラップはもうドンシャリです。ドンシャリ、まあ、ローミドルとミドルハイっていうかなを下げて、でローとミドルとハイを上げて、ドンシャリの音を作っていました。っていう感じです。これは弾いてみた、期待しとかないと。また報告待ってます。で次はストリングスとか今まで一回もやってないと思うんですけど、ストリングスはもう基本的に属音っていうの分かります？例えばし、あれならへん、ならへん、ちょっと待ってくださいね。どこじゃなくてコード、コードじゃない、なんていうんや、キーが C やったら属音は G なんですよ。でその属音っていうのはなんかその縛り付ける力が強いらしくて、その力を利用した構成になってます、ストリングスは。コードと鳴らしてみようか。すごい不協和音聞こえる。まあこれは混ぜた時に気にならないんでよしてしますっていう感じですね。あー、セッティングはイコライザーはなんかこういう形、もう基本的にベースとか被るんで、もうハイパス絶対かけて、で余計な響きを入れないようにして、であとここら辺もあってもなくてもいいと思ったんでがっつり下げてます。でコンプですね、コンプをこういう形で、やってますっていう感じかな。あ、これもラプチャーです。
感じですね。ドラムなんですけど、うん、おぉ、よいしょ。ドラムなんですけど、このスネアがピッコロスネアっていうのを使ってて、っていう音なんですけど、これをまあこういう感じで、低音は全くいらないんで、この楽器はがっつり消して、でここのあのリムショットっていうのがあるんですけど、フープのところですね、そのフープのところの音をちょっと強調させてます。でそれのおかげでサビ埋もれなくていけるんですよね。さて何しよう。さてもう3人しか見てない。あ、そうなの、ね、うんかな。3人視聴、合計人数は16人です。おお、おめでとう。ありがとうございます。まあ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 作業してないけど、全然。いや、まあ解説、うん、動画ということで、動画配信ということで、雑談ということで、うん、まあ、もしこう何か得られるものがあったら、いやもう。いい音になる鈴木でピークが来たからね、今日は。今誰がおるんやろ。わからないな。まあ、そろそろお開きとしますか。そうですね、第1回放送、まあ、初めてだったんで、ちょっとグダグダになりすぎたと思うんですけど、本日はありがとうございました。ありがとうございます。で最後にあの M3 告知なんですけど、 M3 っていうのが4月の29日に東京流通センターっていうところでやってます。でそこにこの NNN 企画が当選しまして、そこで CD をばらまくことになりました。なのであのもし時間に余裕があれば CD を手に取っていただけると助かります。お願いします。詳しくはあの M3 って調べたらすぐ出てくると思うんで、そっちが各自簡単に調べてもらったらですね。じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございます。